のガシャポン見つけたので回してみます。ドリンクチェイサーです。今回はこちら、回してきたガシャポンとリーメントを紹介していきたいと思います。はい、カービィ本当人気なので、もう出てすぐお知らせしないとなくなっちゃうと思ったので、ちょっとねガシャポンメインになってしまうんですけれども、今回は見ていきたいと思います。はい、まずはね一番目立つこの子からいこう。星のカービィのお座りぬいぐるみマスコットが出ました。まあね、どれ出てもカービィなので1個とりあえず回してみようと思って回してみたんですけど、やっぱり可愛いね。はい、結構カプセルぎっしりめに入ってます。カービィ個人的には本当はこのスターロットのカービィが欲しかったんですけど、まあまあよくは言わず、その他にもスターとおすまし笑顔があります。全4種類センスいいですよね。可愛いのとか、あとマスコットも結構大きめだったり、食感が良かったりするのでいい。キタンクラブで出すってなるとちょっとチェックしてる感じです。はい、今回のはおすましのカービィが来ました。もうね、自然なこの普通のお顔でももう最高に可愛いです。はい、1回500円なのでちょっと高め設定なんですけれども、思った以上に大きくしっかりした作りになっていて、なんかねバランスもすごくいいので可愛くて、普通にぬいぐるみ買ったら多分この大きさだと1200円ぐらいすること考えたら全然500円のガシャありだと思います。本当バランスよく綺麗にお座りしてくれて、コロンとひっくり返らないところもポイント高いですね。はい、続いては出たばかりのこちら、バッグですね。これも競争率高そうじゃない？はい、開けてみると今回のはこのブルーのやつですね。あ、一番持ち運びやすいやつが出たかもしれない。はい、いろんなコピー能力を使ったキャラが写ってます。はぁ、今回のホロスコープコレクションの出来はすごくよくって、あ、内側ちゃんとついてるんですね。カラーでついててくれるのはすごく嬉しい。目立ちたくない時にはこちらを外側にして使えばいいと思うし、うん、いいいい。あ、しかも折りたたむとカービィになるっぽい。え、これすごく良くない？え、他のも欲しくなる。このお顔前面のやつは折りたたむとホロスコープコレクションのマークみたいなポケットになって、で、他のはカービィのお顔になるんですね。え、これ良くない？お、すごい嬉しい。で、今回のデザイン B もそうですけれども、デザイン C も結構小花柄みたいな感じで全体にこう、イラストが散ってるんですね。いや、ほんとどれが出ても当たりでしょうって感じなので、ぜひぜひこちらもチェック。では、ちょっと折りたたんでみましょう。はい。え？あ、ここにいたのか、カービィ。あ、いるー！かわいい！かわいい！かわいい！すごい嬉しい。はい、裏側にして、バッグを、こっちも折りたたんだ上で半分に折ります。これをピロッと出しておいて半分に折ります。で、ポケットの幅、この幅に合わせて折りますだそうです。なので半分に折って、ここになるようにくるくるって折るってことですね。反対側も
くるくるって折ります。そうするとこんな感じになります。で、そしたら半分に折ってポッケに入れる。あ、ポッケこれだ。ポッケに入れる。結構コンパクトになりますね。キュ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 って入れ込んじゃいます。そしたらこれをひっくり返すというか内側に折り込むと、ここまでコンパクトになるのは嬉しい。かわいい、持ち運びやすいし、いいな。なんか普通のよりもなんか持ち運びやすいというか持ち運びたくなるデザインになってますね。これはいいです。結構つなぎ目パンパンなので破けないかが心配ですけど、まあまあ大事に使いたいと思います。これならまた買ってみようかなって気になりますね。これはいいですね、おすすめ。はい、では続いてはこちらです。まんまるマスコット。はい、ちょっとこちらは人が来たんでやめちゃったんですけど、撮影を。でもちょっとデデデカマホロアゲットできるまで頑張ろうと思って頑張りました。はい、1個目、キャンディー持ってるカービィ。これがちょっとかぶったかな。かわいい。このサイズ感もいいですよね。ちょっと2個目は、アネムリなカービィ。これもスヤスヤしててかわいい。ちゃんと自立する感じがすごくいいですね。はい、3つ目は、まさかのガンマンみたいなやつ。みたいじゃなくてガンマン。こちら帽子がいいアクセントになっていて、まあよくあるね、カービィのやつで結構好き。かわいい。もうカービィ何でもかわいいよね。はい、そして4つ目はデデデ大王の格好したカービィ。いいよね、このね、吸い込んじゃった感が。ハンマーもデデデのだし、帽子もかぶっててかわいくていいと思います。はい、ちなみにもう一つはね、このね、マホロアのね、キャラクターコスチュームだったんですよね。カプセルは紫かな？はい。ちょっとゲットできそうだったらまた回してきます。はい、ラストは、カービィ&ワーズ。これ全然見かけなくないですか？なんか残り2個みたいになってたの、なんか、1個ゲットしたんですけど、かなり探したのに、ちょっと前に発売されたもの全然見かけなかったんですよね。出てくるのが、ウェルカム、カービィ、スイム、カーフェ、ディスカバリーズということで、個人的にはウェルカムかズーが欲しいな。このドットカービィとかもいいんだけどね。まあ、どれが出てもいいか。はい、誰だろう。これだ。カービィは本当にいいよね。これなんだ、なんだ？あ、スリープのやつが来ました。やったね。じゃあこれはもう枕元決定ですよね。アドルフィーとカービィと2つのパーツに分かれていました。マキシムトマトを、ね、思い浮かべてるのね。と、アドルフィーはそのまま寝てる感じで。これは可愛いでしょう。いいお顔して寝てます。結構重めのパーツだったので、ディスカバリーあたり来るかなと思ったんですけれども、これも結構重かったんだね。はい、ということで今回は星のカービィのガシャポンとリーメントを紹介しました。いかがだったでしょうか？はい、カービィもね、新商品続々出てますので、また見つけたら紹介していきたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。